It's a very big and a green. So, Davide-san, you keep it for seeds for next. ネリカ米とはアフリカの食糧危機を解決する切り札。そのネリカ米の普及にかけた男の人生とは。JICA の稲作専門家としてアジア各国に赴任。1992年西アフリカに。そこで交配に成功したばかりのネリカ米の種もみ3粒を見せてもらい、ある確信を抱きます。これじゃないかと、ね、アフリカの稲作はこれからこれって言ったらいいんじゃないかなっていうんで、うん、まあ運命的な出会い。その後もネリカ米の研究を続けた坪井さんは、やがてミスターネリカと呼ばれるようになります。2003年、日本政府がネリカ米の普及支援を表明すると、坪井さんに拠点選びが任されます。あちこちの国に行ってみたんですね。で、まあ、ウガンダ、まあ、一年中気温が同じ、そして雨もずっと降るという、まあ、他の国ではできないようなことができるというか、そういうことでここをまず選ばせてもらったということなんですけど、2004年、坪井さんがウガンダに赴任した時、日本人稲作専門家はたった一人。それでもウガンダの1万人以上の農民にネリカ米の栽培指導を行ってきました。その結果、わずか5年でネリカ米など陸稲の作付け面積がおよそ7倍に広がったのです。くれぐれもお忘れなく、ここは日本ではなく東アフリカのウガンダ。そうですね、ここ一年中気温が、まあ、暖かいというか一定なんで、はい、まあ、水があれば、大体1年に3回。ネリカ米の生育期間は110日前後。一年中温暖なウガンダではいつ種をまいても4ヶ月後には収穫可能。ぴったりですね。ぴったり、予想通り。ということで答えは3期作。ナムロンゲ農場試験場では、隣り合わせの4枚の畑で4ヶ月に1度種まきから収穫を繰り返しています。つまり種まき直前、緑の葉の伸び始め、稲穂の出始め、そして収穫直前と、稲作の4つの段階を同時に見ることができるのです。この日、ナムロンゲ農場試験場では2年の任期で着任した青年海外協力隊6名の稲作研修が最終日を迎えていました。坪井さんの指導でネリカ米の普及活動を行う彼らはネリカ隊員と呼ばれ、アフリカ各地で150名を超えました。稲作研修の最終日は実習。種まきは30センチ間隔で掘った深さ 3,4 センチの溝に沿って種もみをまき、土をかぶせるだけ。まく量は1メートルで50から60粒。なるべくこう地面に近づけてこう置いてた。農業の経験はほとんどないネリカ隊員。坪井さんは彼ら一人一人のやる気がアフリカでの稲作普及の鍵だと考えています。5年前にウガンダに同じ協力隊で短期で来たことがあって、その時にネリカ米を、ね、して植えたことがあって、1ヶ月じゃ何にも収穫もできないし、2年で、まあ、やりたいこともできて、協力隊にも行こうっては小さい頃だった、はいはいはい、実は加藤さん、この日手作業で稲刈りを行っていました。ネリカ隊員は脱穀機を使い、刈り取った稲わらからもみだけを取り出す脱穀を体験。乾燥させたもみをもみすりと精米で玄米、そして白米にします。ネリカ隊員は1日で種まきから精米まで体験。では
ここでまた専門家の方に登場していただきます。東京農業大学客員教授の西牧隆三さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本でお米を作るってすごい大変じゃないですか。そうですね。1年に1回しか取れないですし、ウガンダだったら3回取れるっていうのはすごいことですよね。まあ、実際の農家は、まあ、雨季は2回ですから、うん、まあ、あの2回ですが、まあ、新しい作物ですから、あの仮に失敗しても年に3回できますから、うん、すぐにやり替えればいいんですよね。一からもうちゃんと皆さんに教えて、はい、坪井さんが直接教えたのは1万人ですが、1万人、はい、ただその結果今あの10万人の、ね、農家の人がこのネリカ米を、うん、でもそうですよね、はい、1万人に教えればその人たちがまた広めていって、その通りですね。坪井さんの思いを受け継ぐネリカ隊員を訪ねマシンディ県へ。増田さんはあと2ヶ月で2年間のネリカ隊員の任期が終了。これまでの成果を坪井さんに見てもらいます。増田さんが指導している農家の一人フランシスさん、トウモロコシしか作っていなかった斜面に増田さんの勧めでネリカ米も一緒に植えました。栽培しているのは香りがよく黒みを帯びたもみが特徴のネリカ一番という品種。ところが坪井さん、これ違うね。ああ、うん、This is different. This is different. This is different. So not black. The tip. 違うの。混ざっちゃう言葉。え？あ、抜いちゃうんですね。これ今度混じっちゃうからね。混ざっちゃいけないの。これ混ざっちゃうと商品価値が落ちてしまう。ウガンダでは市販の種もみに別の品種が混ざっていることも多く、一緒に収穫すると買い叩かれるので細心の注意が必要なのです。収穫するときに気をつけた方がいいですね。増田さんはフランシスさんに収穫量の多いネリカ4番も推薦。見事な実りの時を迎えました。農家が、まあね、ネリカがいいっつってこう植えて、ね、こんなに立派にこう、ね、あの育ててくれれば本当嬉しいですよね。もうすでに隣の人に配ってくれてますからね。ああ、そうですか。あの何も無償っていうか、うん、でまたその人はその人で、はい、たまに見てあげてるって。全部作り方は増田さんが教えてくれたんだ。増田さんもね、ご苦労さんでした。ね、ね、こんなに立派にね教えてあげて、この方が一番頑張ってるね。坪井さんはウガンダ人の後継者も育てています。サイモン・アリブさん、地元の大学の農学部は卒業しているものの稲作の経験はありませんでした。サイモンさんは日本で稲作研修を受け、日本の大学で修士課程を修了しました。普通アフリカで、まあ、大学出たりした人はね、あのこう肉体労働するの嫌うんだけど、あの畑田んぼで仕事ずっとしてくれてね、そういう意味じゃもうウガンダの、まあ、稲作の第一人者っていうふうに僕は思ってますけど。サイモンさんにとって坪井さんとは、坪井さんは私にとってまさに良き先導者です。種まきから畑の管理の仕方、刈り入れまでずっと父親のように教えてくれています。サイモンさんがネリカ米の栽培指導をしている農家を訪ねます。あそこに稲がちらっと、ああ、ありますね。ネリカ米の栽培によってウガンダ人の生活はどう変わったのでしょうか。サイモンさんの指導で3年前からネリカ米を育てているピーターさん一家。この日サイモンさんは害虫の被害の見分け方を教えていました。坪井さんが直接だけじゃなくて、もう現地の人たちとの会話っていうのも大事ですよね。そうですね、彼らも現地語で今 ね、 そうですよね、やってるから。でもどんどん増えているんじゃないですか。誰か作ってうまくいけばね、はい、みんなじゃあ俺もやってみようかっていう。この辺ももう僕が来た当時は全く意味が分かってなかったですからね。こうずっと植わってますよね、この川沿いにね、あっちまで。こういうところはあの雨降ったら洪水で水あふれちゃうんですね。あ、そうするともうトウモロコシなんか植えられないですよね。じゃあもうただ単にもう野ざらしにしてただけだったんですね。ウガンダの農民にとってネリカ米とは。ネリカ米を育て始めてから
生活が大きく変わったね。子供を学校に行かせられるし、将来に希望が持てるよ。とにかく今でも僕これでもびっくりしたんですけれども、目指してるビジョンみたいなものはありますか？やったことがやっぱり30年後とか50年後にね、その、まあ、おじいさんとかひいおじいさんの時代にね、あの日本人の人がね来て、そのお米を教えてくれたと、皆さんが教えてくれたっていうふうに、若い人たちがね、その僕の後を継いでくれて、アフリカに稲作をこう紹介してね、どんどん、少しずつでも広がっていけばなというふうに考えてますけどね。本当に坪井さんの意思を受け継いだね、他の若い日本人の方もたくさんいていらっしゃいますね。このレジカの隊員たちはほとんど、日本でお米を作った経験ないんですね。そういう人でも一生懸命、現地の人と一緒になって、お米を作っていくという、そういうことができますね。そのウガンダのみならず、アフリカ全体にその練り構えが普及すると、どのような影響があると思いますか？どこの国の人でもやはりお米か、パン、パスタを食べたいというのはもう同じですね。小麦は気候の関係でね、寒いところじゃないとできないんです。その点やはりこういうネリカのような陸稲ですね、こういう品種がどんどん増えていかないと、なかなかそれを、補うことができないんじゃないかと。じゃあもう数十年経ったら食生活が変わっている可能性は本当に非常に高いですね、アフリカも。生きるためのやはり基本の食ですからね。そうですね。西牧先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。